ペコライカ引っ越してるからな。そう、昔の家はあれペコだったの。昔の家は自分の部屋という部屋がちゃんとなくて、そう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 、やっとね、この昔、まあ、もう何年も経ってるペコだけど、この家もうね、この家にみんなで引っ越しちゃう時にやっと自分の部屋っていうのをもらえたの。そうそうそう。お兄ちゃんとかはさ、やっぱさ、もう前の家からもらえてたけどさ、ペコーラはさ、もらえなかったから。よしよし。そうそう、お城引っ越してるよ、昔だけど。そう、いつの間にかさ、ここの家に引っ越した時に、じゃあここはペコちゃんの部屋、やったーって感じペコだったね。でもそれまでほんとさ、自分の部屋とかがさ、欲しかったもん、めちゃめちゃ。よいしょ。ニートの始まり、バカタレ。末っ子、そう、末っ子はね、後回しにされるのよ。え、ペコーラさ、でもなんだろう、悲しかったのは、なんかゲームをね、お兄ちゃんばっかり買ってもらってるペコだから、ペコーラも欲しいって言ったので、あの、初めて買ってもらえることになって、やったーみたいな、やっとお下がりじゃない、自分のものが手に入るペコなんだと思ったら、なんか変な中古屋さんの、なんかよくわかんない RPG みたいな、なんだろう、なんかね、敵を倒すみたいな感じだった気がするんだけど、なんか変な中古屋さんのところでソフト買ってもらって、あれだった、もうずっとやってた。ペコラはでもその時騙されてたね、普通に騙されてた。嬉しくて、そのただ自分のものが増えると思ったら、もうそれで嬉しくて騙されたけど、後々思うに、いや中古のソフトってって思って、そう、騙されてたペコだね。そう、もうずっと文句言ってたの、お兄ちゃんばっかりずるいよって、なんでペコーラには何もないんだみたいな感じでずっと言ってたから、あ、見かねたお母さんがあれだったね、うまいことやってきたわ。うまいようにやってきたペコだね。